FX 比較、スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では、週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。画面上に表示されています、注意事項、必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。ということでですね、私が主に取引しております、5つの通貨ペアのチャート画像をご覧いただきます。はい、まずは、米ドル円、米ドルと日本円を組み合わせました通貨ペアの冷やしチャート。 ロソク足一本に1日の値動きが表されているチャート画像です、はいえー、まあ先週、ね、えー、弱気予想をあいや中立か、中立予想で、レンジ内の値動きを予想していたんですけども、まあ、ほぼこの間で、まあ、ちょっとこの辺は上に出てますけども、えー、あとですね、えー、金曜日に重要指標の米雇用統計が発表され、一気に、ね、またここまでいきました。 ただ、ここからさらにね、上をどんどん目指していくのかというのは、うーんまあ、ちょっとまだエネルギー不足かなと見ております。なので、まあ、レンジ内、ここの、えー、日本の水平ラインの、まあ、まあちち、ちょっとぐらい出ることもあるかもしれませんけども、基本的にはね、この間で動くのではないかなという見方をしております。はい、えー、続きまして、ユーロ円冷やしチャーです。こちらもね、えー、先週、えー、確か弱気予想ですかね、したと思うんですけども、まあ、下がりました。はい。 ただまあ、ちょっとね、この米雇用統計の時は、えーユーロドルが下がって、米ドル円が上がるということでね、まあ、ユーロ円というのは、その、米ドル円と、えユーロドルをかけたというか、組み合わせた合成通貨なので、まあ、このような中途半端なね、動きになっております。ただ、ユーロがね、まだ相変わらず弱いので、まあ、来週もちょっと弱気予想にしておきたいと思います。ちょっとしたね、どうですかね、まあ、ユーロドル次第といったところですね。 はい、続きまして、ポンド円。こちらも確か弱気予想を先週したと思うんですけども、まあ、下げました。はい、そして、まあ、ポンドドルがね、下がっていることもあって、まあ、それにつられる格好。で、金曜日はね、えー、先ほどお話したことと同様で、まあ、米ドル円と、えー、ポンド円、あ、ごめんなさい、ポンドドルの値動きの組み合わさったものなので、このような形になっております。まあ、継続して弱気でいきたいかなと思っております。はい、続きまして、ユーロドルですね。 相変わらず下げましたね。また、えっ、ー、と、米雇用統計の結果が、あの、強かったので、えー、ドル買いの方に動いて、さらに下落しました。そしてちょっと冷やしチャートですと、次の目安が分かりにくいので、えー、突き足で見ますと、えー、心理的節目である1.25にタッチしました。 まあ、ただここは明確に割り込んでないので、もしかするとまあ反発する可能性もあるんですけども、まあ、どちらかといえば次のね、えー、1.23台あたりを目指しに行く方が近いのではないかなと見ております。まあ、ただ反発する可能性もあります。はいえー、続きまして、ポンドドルですね。えー、ポンドドルもまた、えーまあ、予約予想してて大きく下げたんですけども、ここでまたこんなに、ね、大きい陰線が出ました。はいでえー、こちらも日足で見るとちょっとわかりにくいので、えー、週足を 表示したんですけどもそうですね次の目処は1.587ぐらいですかねまあここを試しに行ってどうなるかといったところですちょっと本当ドルが強いのでね、えー、どうなるのかなといったところですねはいで来週の重要指標などなんですけども、えー、10月9日まあ日本時間で言うと、えー、10月8日の深夜ですかね3時ぐらいにまあ FOMC の議事録の方の発表がありますここはま 星4つぐらいでですすかね、まあ、5段階ですと、はい、なので、まあ、特に米ドル円などベ、まあ、米ドルに関するポジションをお持ちの方はご注意くださいそして、えー、9日の日本時間でいうと,、えー、と夜夕方から夜にかけてぐらいですかねえっ、ー、と A 中銀の政策金利発表が予定されておりますこちらはね A ポンドの方にの値動きに影響を与える経済指標ですので、えー、特にポンドを取り引きされる方はご注意ください そして、重要な指標などは、この動画の動画解説欄に URL を貼っておきますので、そちらをまあ参考にしてみてください。ということで、スノーキーの来週の戦略ということで、ベドレーンは中立、レンジ内での値動き、そしてユーロ円ポンド円はやや弱気、ユーロドル、ポンドドルは弱気、ただしまあこ、このあたりの、ねまあ、節目とか、サポートラインが一応目度で、そこからはちょっとまた様子見ということにしておきたいと思います。 はい。投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。はい。えー、今回週末恒例の、えー、来週の、えー、展望をお送りしましたけども、これ以外にも FX バイナルオプション、システムトレードなどなど投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、そして私のブログは、えー、こちらの2つありますので、こちらの検索キーワードで検索してみてください。 ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。